はい、今回の動画は Excel で表を作成をする時の正しい作法を覚えましょうということで今回の動画では表の列見出しや行見出しに関する、ね、内容をご紹介したいと思います。 でまず、ね、この表ですね、まあ、とにかく、ね、データが入力をされて表が、ね、できている状態ではあるんですけども、ただこのままだとですね表として、ね、ちょっと見づらい状態になってますんでこういった時にねまずねこの列見出し、まあ、あとね業見出しがある場合は業見出しですね、まあ、ここのですね書式をですね少し変えてあげることによって表がねすごく見やすくなります。 それではね、やってみたいと思うんですけどもじゃあまずはじゃあ業務出しの方のところを選択をしてここのですね、書式をですね、太字に変えるだけでもねじゃあこの列の方もやってみたいと思うんですけども、まあ、こういった形でですね、まあ、この中のデータと比べてですね、太くするだけでもですね、表の方がですね、ぐっと見やすくなると思います。 であとさらにねもうちょっと見栄えを良くしたいということであればこの背景色ですねこの見出しのところに、まあ、こういったね、まあ、色はね好きな色を選んでもらえればいいとは思うんですけども、まあ、あまり派手すぎない色の方がねいいと思うんですけどもこういった形でですねこの見出しのところだけに色をつけることによってですね全くね書式の変化がないですね表よりは見た目的にですね見やすくなったと思います。 であとこの書式の注意点としてはですね、まあ、もうちょっとね色をつけたいなんていう形でですね、まあ、どんどんねこの例えば合計のところにさらに色をつけてみたりだとかこうね色をですねたくさんつけすぎてしまうとかえってね見づらくなりますんで何かこのね数値だけを目立たせたいとかねそういった特別な理由がない限りはでですねこ、まあ、こういった形でこの見出しのところにね書式の変化をつけてあげるだけの方が表は見やすくなると思います。 であともう一点見出しの注意点としては、ですねこの同じですね見出しのところに、今回これはわざとねやってるんですけども、この合計合計という形で、同じですねこのデータが入力をされていると、この作成した表をですねデータベースとして使っていきたいといったときにです、ね、不具合が起こりますんで、こういうね同じですねねこのね見出しの中に同じねデータを入力をしないように、ね、してください。なんでね、ねこちらはね今回は予算みたいな形で、ね、変更しておきます。 はい。といったことで、今回の動画では、Excel の表作成の正しい作法ということで、Excel で表を作成するときに、この見出しの部分のね、書式をね、ちょっと気を配ることだけでもね、この表の見栄えがすごく良くなりますんで、ぜひね、覚えておいてもらえればと思います。それでは、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。